やあみんな、ジョーンズおじさんだ。本日はですね、ついに機動戦士ガンダム水星の魔女第1期をレビューさせていただきたいと思います。本当はですね、もっと早くレビューしたかったんですけど、やっぱりですね、昨日放映した最終回を、まあ第1期最終回を見るまでですね、レビューを我慢して、本当良かったと思いますね。まず昨日の、第1期最終話の12話ですね、もう本当にスタッフが何と言いますか、もう本当にすごく我慢していたものを一気に吐き出してるような、そんな凄まじい最終話でしたね。はい、今回レビューするのはですね、まあ主にこの水星の魔女をですね、まあまだ第一期なんですが、まずこの第一期をどう、その何と言いますか、制作側が成功に導いたのかというところをですね、メインに語っていきたいと思います。はい、じゃあ早速始めていきますね。まず本当に思ったのが、徹底したメディア操作だったんですよ。まあ言い方は悪いんですけど、ステルスマーケティング的な、確実にですね、今回のそのまあ視聴のターゲットですね、結構そのおそらくターゲット層が小学生から高校生ぐらいの子供をメインターゲットにしてるんですよ。で、その子たちへ確実に届かせるというですね、やり方ですね。はい。まず思ったのが、やっぱりインターネットメディアの最大活用ですね。例えばまとめサイトとかでですね、まあ水星の魔女の、まあ、すごくヒットしてますよっていう情報、なんて言いますか、そういったものを載せるんですよ。まあ、例えば、ナンジェとか、そういったところにもですね、そういった水星の魔女、すごく人気みたいなスレが目立ってたんですけど、まあ、すいません。あれが本当に企業側が、あえてやったことか、本当に見た視聴者が楽しいと思って作り上げたスレッドなのかわからないですけど、まあ、とにかくそういった、スレッドが多いんですね。まあちょっと画像を貼らせていただくんですけど、僕本当にずっとこの作品レビューしたくてうずうずしてたんですけど、まずは資料集めを頑張ってたんですよ。で、今ちょっと画像を表示させていただいてるんですけど、こんだけいろんな、なんて言いますか、スレッド、まあ形を変えて水星の魔女人気なんですよっていうような形で、徹底的にそのスマートフォンとかを見てる世代にですね、届くようにしてるんですよ。人気だからみんな見ようね、みたいな。みんなで一緒に祭り盛り上げようぜ、みたいな。はい。で、まあ、さらに言うとですね、これ、どっかの、ニュースサイトの記事なんですが、水星の魔女が目指してるのは、もちろんやっぱり、今回、子供たちへのガンダムということですね。富野監督とかがやられることよりも、もう本当になんていうか、すごく、まあ、言い方あるんですけど、簡単に理解できるような、もう、本当に俺たちのことを考えてくれてるんだな、みたいな。俺じゃないんですけど、その、本当にその子供たち、メインの子供たちが、その、見て、好きになれるようなものを、しっかりと考えて提供してくれてるんだなと思うようなことがですね、ニュースサイトに書かれてまして、例えば、これまでのガンダムシリーズ見たことないし、知識なきゃ楽しんだり語ったりできなそうだな、みたいな不安があったり、有名長寿シリーズへのハードルの高さですね。やっぱりガンダムって40周年迎えてるんで、まあ、子さんの方々はもう おじいちゃんぐらい年齢なんですよ。そんな方々とですね、まあ、なんて言いますか、肩を並べるとなったら相当なハードルじゃないですか。だけど、この水星の魔女っていうのは、あえてそういった、まず、そういった、なんていうか、ちょっとガンダムらしさを放棄してですね。まあ、例えばそのキャラの同性愛的なものをメインにしたり、で、生徒会長、まあ、生徒会とのそのバトルですね。それもその命を懸けるんじゃなくて、まあ、その、
モビルスーツ同士で戦うんですけど、このブレードアンテナっていう角をですね、破壊した方の、願いを何でも叶えるみたいな、そんな風な、命のやりとりはない、やりとりではないんですけど、なんと言いますか、それでもちょっとね、負けたら負担がでかいみたいな、そういったバトルにしたりということで、そういったことで、まず最初に、スレッタとミオリネっていうキャラですね。同性愛的なキャラで、このキャラいいな、二人の関係気になるな、この先どうなっていくんだろう。知識がなくても楽しめる。で、感想考察ファンアート、めっちゃあってどんどん沼っていくですね。ターゲット層をしっかりと絞ってそこにマーケティングを全集中してるんで、やっぱりツイッターとかピクシブとかでめちゃめちゃバズるんですよ。だから、どん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 そこから相乗効果で人気が高まっていくっていう。そして、知識がない子供たちでも、自分たちも一緒に盛り上がっていい作品なんだということで、どん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 ですね、盛り上がっていけるんですよね。それが、本当になんて言いますか、見てる視聴者が作り上げている、ものなのか、それとも企業側が、実は、ステルスでいて、うまく乗せられてるかは、そこまでは、正直わからないんですけど、おそらく多分後者だと思います。企業側が、もともとそういったベースになってるとは思うんですけど、それでも、しっかりと、新規視聴者ですね、獲得には成功した、すごいガンダムだと思いますね。で、特徴的なのが、今回は女性が主人、女の子が主人公ということでですね、結構思ったのが、ガンダムっていうのは、大きく分けてですね、おそらく3つの戦い方があるんですよ。一つ目が、銃を使った戦い方ですね。ガンダムで言うと、ビームライフルっていうのがあるんですけど、ガンダム、ないな。ガンダムほとんど売っちゃったんですけど、ちょっと、すいません、立体物なしで話させていただくんですけど、ガンダムの主力兵装はビームライフルっていう、ビームを放つ銃がありまして、それでモビルスーツ同士で戦うんですね。で、うまく直撃しちゃうと、やられちゃうみたいな、そういった描写ができるんですよ。で、もう一つが、ビームサーベルですね。剣です。光の剣。あれだな、スターウォーズに出てきたライトセーバーみたいな感じですね。あれで、日本人が大好きなんですね。チャンバラみたいな感じで、切ったり切られたりということの戦闘。で、もう一つがですね、ファンネルと言いまして、小型のですね、ビームを搭載した、小型メカをたくさん発射して、それで敵を攻撃するっていう、結構卑怯な、そうですね、戦い方が あって、どっちかというとファンネルっていうのは、ほとんどの場合結構、敵側のモビルスーツが使うんですよ。ヒーロー側が使うとやっぱりヒロイックではないということで。はい。本当にですね、味方側でファンネルを使うなんていうと、もう本当にもう、やばいぐらいの最終決戦とかじゃないと使わないイメージなんですよ。はい。ちょっと話するちょっと申し訳ないんですけど、例えば、機動戦士ガンダム逆襲のシャアっていう、1988年に上映した映画があるんですけど、あれはニューガンダムっていうですね、アムロが最後に登場する、モビルスーツがあるんですけど、そいつは、フィンファンネルっていうファンネルを装備してます。はい。で、そのファンネルを装備してでも、なんと言いますか、地球を救うために、戦わなきゃいけないみたいな、それぐらいの切羽詰まった状況だったんで、主人公機でありながらファンネルを装備してるとか。はい。あとはですね、機動戦士ガンダム00の、映画版に出てきた00クワンタでしたっけ？あれもファンネルビットというようなファンネル的な武器がありますね。あ、ついでにガンダムハルート。なんかいっぱい、ぶつかってなんだかんだファンネル装備してるガンダムいますね。はい。とにかく、ファンネルという武器がですね、なかなか主人公機が
第1話から装備してるような武器ではないんですよ。ただこの水星の魔女っていうのはやっぱり女の子が主人公ということで、おそらくそのですね、女の子っていうのは今この時代にあんまり男とか女とか言いたくないんですけど、まあ女の子っていうのは結構か弱さの象徴だったりするんですね。ただそのか弱さゆえにある程度強力な武器を持たされても許されるような風潮があるんですよ。そしてこのスレッタ・マーキュリーというですね、主人公が乗っているガンダムエアリアル、はい、ファンネル装備してます。でまだですね、水星の魔女第1期の段階では、第1期の11話までの段階ではそんな大きな戦争みたいなことは全然起こってないんで、なんか生徒会のやつらと願いをかけて戦うみたいな、そんななんかまあ今までのガンダムに比べたらすごく軽い戦闘をしてるんですよ。まあ、そんな中でファンネルが大活躍して、まあどんなことがあろうともファンネルで敵を倒しちゃうみたいな描写があって、俺ね、これ思うんですけど、ファンネルってやっぱりね、女性的な武器だなぁとも感じたんですよね。ファンネルで敵を攻撃しているシーンが、乱死に群がる生死っていう感じがすんごくするんですよね。はい。まあそんな感じで、まあそこもやっぱり、そういったメタファーも結構ファンネルという武器にはあるのかなって感じましたね。はい。で、次がですね、まあプロデュース力ですね。ちょっと前に、去年か、派遣アニメっていう、ちょっとあんまりヒットしなかった映画があるんですけど、まあ、個人的にあれね、白箱の実写化みたいな感じで、2時間でよくまとまってて面白い映画だったんですよ。まあ、白箱みたいな映画っていうことで、まあ、つまり、アニメ制作会社のお話なんですが、そこでですね、その映画の中では、カップ麺となんかその作るアニメがコラボするようなそういった展開があったんですね。とにかく人の目に触れさせることが大事だっていうことで、プロデューサーがそういった判断をして、カップ麺とカップ麺にアニメのそのパッケージ書いて、その売り出すといったような展開があったんですけど、今回の水星の魔女っていうのもまさしくエアリアルっていうナビスコかどっからかな、どっかのお菓子があるんですけど、それにちゃんとコラボしてて、そのガンダムが書かれてたり、その水星の魔女のキャラクターが書かれてたりっていう、しっかりとですねコラボして、ガンプラはですね、相変わらず水星の魔女大人気で、どこ行ってもね、ですね、売り切れちゃってたんですよ。僕も珍しくですね、今回、ガンプラ一体も組んでません。まあ、欲しくないっていうのもあるんですけどね。すいません。でもそのエアリアルコラボの、なんていうのさ、スナック菓子は、結構どこ行っても売ってたんで、本当に目に触れる機会があって、まあ、それだけでも、今ガンダムやってるんだ、見ようかなって思う人っていっぱいいたと思うんですよね。まあ、そういったところでも、しっかりとこのプロデュース力生きてると思います。はい。そして、第12話ですね。昨日やった回、第1期最終回ということでちょっと語らせていただきたいんですけど、これね、俺本当思った。敵を騙すにはまず味方からですよ。はい、今回スタッフがこの12話までどんだけ自分たちのやりたかったことを我慢して、まあ、なんて言いますか、子供たちのガンダムだって言って、まあ、自分をね、俺ね、あれ多分偽ってたと思うんすよ。自分たちのその信念を多少偽ってでも新規層獲得に走ってた。間違いないと思います。そしてそれが一気に爆発したのが第12話ですよ。あの残酷な殺し方。はい、もうハエ叩きでしたね。主人公のスレッタ・マーキュリーが乗る、ガンダムエアリアル回収型。すごくかっこいい。ガンダム GP01 フルバーニアンみたいな姿ですけど、本当にですね、一般兵士をハエ叩きで殺して、その手にその
兵士の血がもうバッシャリとつくっていう、あれなんと言いますかね、お前たちが見てたのはガンダムだぞっていう、あのスタッフのそういったもう北総演出る顔がもう結構なんと言いますか浮かびますよね。で、それを見て、スレッタがコクピットから降りてきて、ちょっと滑るんですよ、血で。で、滑った血で、ちょっと、尻もついちゃって、エアリアルが潰した、死体のあたりにちょっと転ぶんですけど、尻もついて、手も地面についちゃうんですよ。で、その手についた、あれですね、ミルクチョコレートみたいな。あれを、あの手を差し出して、大丈夫ミリオネちゃんみたいな。あれを見たミリオネが、なんで笑ってるの？この人殺しって思う、第一期は終わるんですけど、あそこのシーンも、やっぱり、あそこのミリオネちゃんが、平気で人を殺して、手を差し伸べてくるスレッタに感じた恐怖ですよね。あのミリオネちゃんの恐怖を感じてる表情っていうのは、まさしく今回、新規に獲得した視聴者そのものだと思うんですよ。あなたたちが見てたのは、ガンダムですよ。人を殺す兵器の物語ですよ。っていう感じでですね。はい。そして、一応ですね、キャラが3つに絞られてるんですよ。親の呪縛から逃れられない、主人公のスレッタ・マーキュリーですね。そして、親が多分殺されちゃったミリオネちゃん。で、親を殺してしまったグエル君。この3人。まさに紛糾を告げる第2期ですね。4月スタートなんで、すごく楽しみですね。はい。じゃあ、今回はこんな感じですね。とにかく、今回の、レビューのまとめで言いたかったのは、徹底した、ターゲットを絞って、そのターゲットを懐柔して、ファンにさせようっていう、そこのマーケティングがしっかりしたガンダムだったと思います。で、さらに、そのターゲットから外れた世代ですね。ちょっと、昔のガンダムを見てたような世代っていうのは、結構その水星の魔女って多分合わなかった人多かったと思うんですよ。まあ、僕たちおじさんがね、見てたガンダム、例えば V ガンダムなんてね、ビームサーブルで水着のお姉さんビュって、蒸発させてますからね。もう、なんと言いますか、水星の魔女なんて全然あんなん大したことないですよ。おじさんたちもっとすごいの見てたからね。って言っちゃうんですけど、すいません。老害みたいなこと言っちゃったんですけど。はい。まあ、とにかく11話までは結構刺激が足りなかったと思うんですよ。ただ、スタッフはですね、やっぱり僕たちという存在を忘れてはいなかったと。ちゃんと最終回で、美味しいところをですね、見せますという感じで、見せてくれたんで、第2期はですね、新規に獲得した層、もしかしたら今回の最終回で、もう やべえと思って逃げ出しちゃってるかもしれないですけど、まあ、それでも、まあ、8割ぐらいは残ると思うんですけど、その層と今までガンダム好きだった層、その双方がしっかりと、ターゲットに含まれて、第2期、さあどうなっていくのかということで、非常に楽しみにしております。じゃあ今日こんな感じでですね、はい、今後ともレビュー頑張っていきますんで、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ジョンズオシさんでした。ご視聴ありがとうございました。